内通者終章開幕を迎えた僕のヒーローアカデミア、現状のラスボスオールフォーワンがタルタロスから解放され、この時を待っていたと言わんばかりに躍動している現在、さらにヒロアカ展で意味深すぎるイラストが公開され、再び注目を集めている内通者。今回は主要な内通者候補4名から青山優雅、足戸美奈、オジロマシラオ、そして破格で通るまでを考え、誰が内通者なのか、この考察を皆さんに共有したいと思います。プレスルトラドどうもサンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は内通者の動画となります。ヒロアカ展の内容を含むためご注意ください。では早速いきましょう。内通者について、作中で内通者がいると言及されたのはナンバー83負け。林間合宿襲撃事件の後、プレゼントマイクが幽霊生徒教師陣このどこかに内通者がいるとしました。しかし現時点の最新話はナンバー316。内通者宣言から200話以上も時が流れてしまい、あの全面戦争ですら回収されなかった内通者。ネット上で堀越先生は内通者を忘れているんじゃないか、面倒くさいからうやめにしたんじゃないかと言われる始末でしたが、ヒロアカ展のイラストからやっぱり忘れていたわけじゃなかったんだと言われるようになり、内通者考察が再燃しています。ではなぜ内通者は200話以上も放置されてきたのか。それは梅干しに原因があります。彼は神の次元から終章開幕までずっとタルタロスにいました。そして内通者はこの梅干しと直接つながっている可能性があり、内通者に進展がなかったと言えます。それでは内通者は何をやったのか。一般的に言われているのが次の3点。授業のカリキュラムを UA バリアの突破事件の時に盗んだ。この時内通者は梅干しに A 組生徒の個性を作らなかった、もしくは個性を知らなかった可能性があります。2つ目が林間合宿の行き先を作った。そして3つ目が爆豪奪還作戦を作った。以上の神の事件前の3つのイベントから内通者を絞ることができます。まず1つ目の UA バリア突破事件は、飯田くんが非常口になっていた事件で、シグラキトムラが UA バリアを壊した事件となります。その直後に USJ 事件が起きたことから、授業カリキュラムが盗まれたのはこのタイミングしかないと言われています。しかしカリキュラムを作っているであろう UA の先生には、カリキュラムを盗むためにバリアを壊す騒動を起こす必要はないため、無論 UA 生が怪しくなります。さらに内通者に疑われやすい雷電機は、この UA バリア突破事件の時に桐島くんの横で飯田くんの非常口を見ていたため、カリキュラムを盗んでいないと考えられます。次に2つ目の林間合宿の行き先を作った可能性、これはアニメのオリジナルから、トムラは梅干しから林間合宿の場所を聞いたことが分かっており、梅干しと内通者が直接つながっている。一番の理由はこれとなります。そして最後の3つ目は爆豪奪還作戦を作った可能性。オールマイトがヴィラン連合のバーに突入した際に、オールフォーワンにドローアップで対応されてしまい、オールマイトは早すぎると言及していました。そのため梅干しは爆豪奪還作戦を知っていた可能性があり、万が一に備えて準備していたと考えられますが、梅干し本人はこれについて言及していないため、伏線としては少し弱い可能性があります。ここは皆さんがそれぞれ考えて楽しんでいただければなと思いますが、僕としては梅干しが脳無格納庫にいたこと、つまり脳無の発信機を梅干しが確認しに行ったところで事件が起きたんじゃないかと考えており、僕小三治は伏線としてはかなり有力なんじゃないかと個人的にはそう考えております。ちなみにこの爆豪奪還作戦を知っていたのは A 組生徒だけであり、八尾さんが発信機を取り付け、オールマイトに渡していた話を桐島くんと轟くんが聞いてしまったのが発端でした。そして神の事件後、相沢先生は爆豪二郎さん、破格さん以外を除籍処分にしようとしたことから、二郎さんと破格さんは爆豪奪還作戦を知らなかったと言えます。以上が考察に必要な伏線となります。そして注目の内通者の人物像は、内通者を大勢の1年の UA 生から絞るという考えであれば、 B 組よりは A 組の可能性の方が高いと思います。これは爆豪奪還作戦を知り得た可能性や、 USJ 事件後に判明した A 組21人説、 A 組から誰かが卒業できないんじゃないかという話などから、 B 組よりは A 組、そして A 組の場合だと USJ 事件でクラスメイトの個性を作っていないため、完全に梅干しへ忠誠を誓っていない何かしらの理由から内通者をしている可能性が濃厚となります。また重要なのは青山紀行編の青山くんのフランス語のメッセージ、これは内通者の伏線と言われており、フランス語のことわざ、眠っている水には気をつける必要がある、この意味はおとなしい人ほど油断のならない人はいないというメッセージから、青山くんは内通者を知っており、その人はおとなしい、もしくは青山くん本人が内通者で戒めのメッセージの可能性があります。それでは主要な内通者候補4名を考えていきます。足戸美奈、青山くんが用意したおとなしい人物像からは最も程遠いキャラではありますが、彼の存在が内通者のミスリードと考える、つまり
まり青山くんをガン無視すると、アシドミナはかなり面白いキャラかなと思います。彼女が疑われている主な理由は、全面戦争でマキアさんに霧島くんが投げ込んだアシドさんの麻酔を彼女が薄めた疑惑と、わざと手を滑らせた疑惑です。これに関しては伏線というよりは怪しいよねという話であり、ナンバー280レッドライオット丸さんを見て、アシドさん怪しいと考えるのは僕小三治的にはシャニ構えすぎかなと思いますが、怪しいと思うのは自由なので、もちろん面白いのでそこは尊重します。しかし彼女の場合はギガントマキアに嘘をついたというとんでもない過去があるため、梅干しと因縁がある珍しいキャラとなります。おじろましらを青山くんの隣の席であり、おとなしい生徒、当然青山くんは内通者を知っているとなれば、おじろくんが内通者だと知っている。そしてそのタイミングは USJ 事件、おじろくんが一人で火災像に飛ばされたとされる時、青山くんは行方不明でしたが、 USJ 事件で飛ばされている場所には高速があり、近くにいる生徒もしくは反対側にいる生徒同士が同じ場所に飛ばされています。そう考えると、おじろくんの横にいた青山くんは火災ゾーンでいつも通り隠れていたんじゃないかと考えられます。しかしこれも怪しいという範疇は出ませんし、彼に関しては他にも怪しいよねという話をいろいろ見てきましたが、繰り返しにはなりますが、その楽しさは尊重します。ここでそもそも論になりますが、青山くんはおじろくんという内通者を知っているのに誰も伝えないのかという疑問があります。これは脅迫などが容易に想像できますが、おじろくん目線何かしらによる口封じはかなりリスキーであり、自分の手を汚さなくても梅干しに頼んで消してもらうことが最も安全だと言えると思います。でもおじろくんがそうしないということは、青山くんは内通者を知らないんじゃないかなと思います。はがくれトール、彼女は芦田さん同様、青山くんのおとなしい人物像から最も程遠いため、青山くんは内通者のミスリード前提になります。はじめにお伝えすると、彼女に内通者の伏線はありません。一般的にネット上で彼女が内通者だと言われる伏線は大体がデタラメなので知っておいてほしいところ、でも彼女は透明人間というスパイっぽい個性なので、超怪しいよねという話は覆ることはありません。面白い。しかし彼女に伏線がない、そういう話になります。よく言われるのが、彼女はどうやって昨夜の入試を突破したのか、要は彼女は見えないからすごい異形型の個性を持っているんじゃねという話となります。ここで皆さんにお聞きしたいのは、デクはどうやって昨夜の入試を突破したのか。彼女に向けている疑問はこれに集約されます。デクはロボインフェルノを倒したから、ヴィランポイントをゲットしたんじゃなく、うららかさんを助けたからレスキューポイントを獲得し、デクは第6位という優秀な成績で入学しました。つまりレスキューポイントはかなりガバガバであり、すごく明るい性格のハカクレさんがレスキューポイントを稼げなかったわけがないことから、彼女は怪しすぎるだろうと言われるほど怪しくないという話となります。また USJ 事件の時は轟くんと同じ土砂像にいたとか言ってたけど、いなかったんじゃねと言われたりもしていますが、この図を見ていただくと分かる通り、必ずしも隣にいなくても同じゾーンに飛ばされていることが常闇くんとコーダペアの暴風大雨ゾーンから分かります。他には林間合宿全裸就寝事件もあります。これは全裸で寝ていたのはヴィラン連合にいろいろチクったからなんじゃないかと言われていますが、透明化という個性ゆえに全裸に抵抗がない可能性が極めて高いと思います。もちろん怪しいよねという話にはなりますし、十分面白いかなと思いますが、伏線だろうドヤドヤできるものではないかなと個人的には思います。以上から、彼女には明確な伏線はない上、爆豪奪還作戦を知らなかったことを考えると、どちらかというと他の生徒に比べて内通者ではないと僕は考えております。青山くんはミスリードでもなさそう、内通者を知らなさそう。それじゃあ誰が内通者なのか、青山優が本人なんじゃないでしょうか。彼には他の生徒同様伏線はありませんが、怪しいポイントはもちろんあります。代表的なのは、爆豪奪還作戦の話を聞いてひたすら汗をかいて怯えていたことや、草むらからヴィラン連合に正体が見えないようにヘソビームでミスターを攻撃した、ヒーローの心は持っていそう、でも林間合宿でダビと目があったのに見逃された、ドクターとの関係性が垣間見えたり、突然青山気候編が始まりデクと仲良くなった、青山くんの名字はデクの緑屋と青と緑山と谷で対照的であり、かなり重要な人物かなと思いますが、終章が開幕したのに彼の過去は分かるようで分からない、なぜかぼやかされている。他にも背拍子だったり扉絵で怪しいところはあります。そして極めつきは堀越先生の書き下ろしイラストで、青山くんが大々的にピックアップされた話になります。この書き下ろしイラストはオールマイトやアスイさん、戸賀姫子、二郎さん、八尾桃さん、ダビ、轟くん、霧島くんという
というそうそうたる顔ぶれの中に青山くんが悲しそうな顔で参戦しました。かなり浮いているイラストなのに堀越先生はインタビューでなぜか全く触れないというサプライズになります。ちなみにこの後ろにいるやつはシュマグラスと呼ばれるマーベル世界のラスボス級ヴィランのオマージュで、ジャンププラスで連載されているデッドプールとヒロアカのコラボを示唆した可能性が高いんじゃないかという結論があります。このエイプリルフールにコラボした後、デッドプールでシュマグラスが突然登場したことからそのように考えられているため、このシュマちゃんがヒロアカの裏ボスになるという類の可能性よりはマーベルのヴィランの横になぜ青山くんがいるのか、同列の存在だからなのか、いろいろ考えられ、非常にワクワクするイラストでした。まとめると怪しい生徒は何人かいます。そこで青山紀行編の青山くんのメッセージを考えると、僕小三治は青山くん本人なんじゃないかと考えています。ぜひ皆さんも今回の僕の話を参考に考えてみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントをお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。戦争がバイバイ。